にちは。イスタンブルームです。はい。おとつい昨日とディズニーランドとディズニーシーで夜中まで遊び、昨日夜中に帰ってきて二人ともぐったりしておりますが、気合を入れて今日ライブ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。1曲目はですね、インボケイトリーパレードという祈りのパレードという曲でスタートしました。どうか、みんな喜びにあふれた人生を送れますようにというそういう祈りを込めて、作った曲です。インボケイトリーで始めましたねダメ、トークが続かないはい、じゃあ次の曲に行きましょう。アイランダーという曲で、あ、そうか、いつもはですね、さっき弾いてたアイリッシュブズーキーという楽器で演奏する曲なんですけれども、今日はちょっと気分を変えてギターで行ってみようと思います。アイランダー。 Oh my friend, can you imagineHow vexed I am, how much depressed. I love this place, I love this island, and I believed a peaceful life here. A man in London, I won't complain and look ahead in any trouble. But to tell the truth, I've lost so much if I let up.Heart, black soil, clear water, homegrown crops and tasty foods. I would live this joyful life, whatever happened, I believed. Man in London, I won't complain, I'll look ahead in any trouble, but to tell.This joyful life, whatever happened, I believed. Man in London, I won't complain. I look ahead in any trouble, but to tell the truth, I won't be free from any trouble, any sorrow. アイランダーでした。この曲はですね、よいしょ、那須に、ドラマーの井浦さんという人がいまして、井浦秀夫さん、いつもパーカッションをお願いしてるんですが、今回は2人で演奏させていただいてます。その井浦さんと鈴木史郎さんという劇団アコア、那須を拠点に活動している劇団アコアの鈴木史郎さんとの2人のステージが、なんていうの、草むらの中であって、ドラムと舞踏のこうステージなんですけど、それを見てうちの旦那さんがインスピレーションを得て作った曲なんですよね。那須で生まれた、はい、那須で生まれた本当の曲です。アイランダーでした。
さあ、どんどんいっちゃう。 I Still Dance という曲、次に行きましょう。次の I Still Dance はセカンドアルバムに入っている曲ですけれども、こう見えても私は結構いい子ちゃんで育ってきてしまって、そのいい子ちゃんだったんだけど、私はそんないい子ちゃんじゃなくて、もっと私らしく生きていきたいなと思ってセカンドアルバムをこう作ったんですけど、その中の曲、私らしく行くよって、もう自分を見つけて、その見つけた自分のままで生きていこうっていう、そういう意味で作りました I Still Dance という曲。ダンスでした。この辺に虫が飛んでいます。顔に今激突したんだけど、いや、I Still Dance という曲でした。虫と戦いながら今日は歌わせていただいてます。さあ、次はこの辺でね、私たちの好きな I Love Me を一曲歌いたいと思います。よいしょ。アイルランドの、北西あたりにブンベグという町がありまして、そこで数日間滞在したことがあるんですけれども、そこで作られた曲も1曲あるんですけれども、そこの出身のアルタンという、ミュージシャンがいて、私が大好きなんですけど、そのアルタンという、ミュージシャンが歌っていて、私たちの心をこう奪った曲ですね。アルタの曲ではないんですけれども、アイルランドのトラディショナルになります 10,000 miles という曲を1曲紹介したいと思います。
林の中で歌うっていうのはすごい気持ちがいいことなんですけど、今のシーズン虫が飛びますね虫です。さあ 10,000 miles という曲でした。恋人を遠くに去っていく恋人、そして去られてしまう恋人のこう掛け合いの歌みたいな感じの曲ですね。とっても素敵な曲です。そして次の曲、I'm Dreaming という曲を歌います。I'm Dreaming という曲もこういうおへあの部屋じゃないや、こういう場所で歌うのやぴったりの曲かもしれません。いろんな夢を持って、この那須町に越してきて5年になりますけれども。ここ那須町じゃない。あ、ここ那須町じゃないじゃん。那須塩原市ですけれども、那須にやってきて5年目になりますが、この那須にやってきて夢を持って、こんなこういう自然に囲まれて、で自然と共に生きていくっていう、そういう夢を抱いて那須町にやってきて、どうかこの夢を壊さないで、いつまでもこの夢を見させてくださいっていう、そういう感じの曲です。 I'm Dreaming という曲ですけれども、大丈夫でしょうか。ダメですか。湿気に弱い。湿気に弱い。この今チューニングをしているこの楽器がアイルランドの楽器で、アイリッシュブズーキという楽器です。全部で8弦あってね、
もともとこうお尻がこうでっかいこんな琵琶のような形をしたブズーキという楽器がギリシャにあって、その楽器がアイルランドに渡って、で弾きやすい形にこう背中じゃないお尻というかがこうフラットになってこんな形になったんですよね。普通のもともとのブズーキとは音がまたちょっと違って、こう軽いジャラジャラとした感じがいい味を出しますね。このアイリッシュブズーキという曲の音、ブズーキの楽器がの音が好きで、私たちは結構多用していますね。はい、それを使って I'm Dreaming という曲をいきましょう。
とですね、この辺をあらうろちょろしていた私の娘が、どっかあのこう耳をこうつけていたのが私の娘なんですけれども、あの辺歩いてるかな、耳があるからよくわかるよねあの辺にいるのが私の娘なんですけれども、小学校2年生の娘、あともう一人上に小学校6年生の男の子が私には私たちにはいるんですけれども耳をつけている。その子供たちを1人目は助産院で、2人目は自宅出産で子供たちを迎えました。その迎えたと、自宅出産とかこう助産院で子供を迎えるっていうと、あの旦那さんも一緒にこう出産に参加しなきゃいけないんですね。私のこう踏み台になったりこう支えになったり、こうやって抱えたりとかしながら頑張って出産したんですけども、その一緒に出産をした経験を踏まえて、その思い、その時のなんか嬉しい思いを、歌に曲に込めて作った、うちの旦那さんが作った曲を次に紹介したいと思います。ハミングバーズハートという曲、はい、ハミングバーズハートです。今日はついてきてくれませんでしたもうね、小学校6年生になるとついてきてくれなくなるんですね。私は結構大きくなっても親と一緒に買い物とか行ったんですけど、男の子はどうやらついてきてくれないらしくですね、なかなかこういう時に一緒に来てくれませんでもなんかとってもそんな息子がいながらも、そんなこう寂しい思いをしながらも、時々こういう曲を歌うと、あの時のなんか嬉しい幸せな気持ちを思い出すことができるんですよね、はい、そんな曲でした。ハミングバーズハート、さあという感じで、歌ってきましたが、最後の曲になります、これも子供がお腹にいる時に作った曲です、ファーストアルバムに入っている最後の曲なんですけれども、スリーピングベルという曲を最後に歌いたいと思います、お腹に子供がいて、一人でこう過ごしている時にですね、ニュースを見ると、ちょうどあの頃はなんだっけ、
ツインタワービルに飛行機が突っ込んでその後の報復攻撃をしている頃のにできた曲なんですけれども、ああしまったこんな世の中に子供を作ってしまったって思ったんですけども、そんな子供をこんな世の中だけれどもその気になればこの世の中変えることができる、どうか幸せな平和な世の中に自分たちもしていきたいし子供たちも諦めないで平和の世の中に諦めないでしていこうねって、そういう願いを祈りを込めて作った曲、スリーピングベルという曲で最後締めたいと思います。この子にも平和な世の中を。ありがとうございました。イースタンブルームでした。またどこかの街で会いましょう。イースタンブルームさん、小島隆と小島美希でした。ありがとうございます。イースタンブルームの曲はですね、今回ギターとかブズーキ1本で演奏しましたけれども、音源の方はいろんな楽器を使って、表現しています。太鼓、パーカッションとかはもちろん笛が入っていたりと、笛の系統が入っていたりとか、いろんな民族楽器を使ってアレンジをして曲を作っています。興味のある方は私たちのホームページの方に、音源いろいろ視聴できるようになっていますので聞いてみてください。 Amazon なんかでも販売していますので、ぜひぜひ、視聴を聞いてみていただきたいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。よいしょ、引き続きもう少しこのマルシェ楽しんでいってくださいとか言って、私が楽しませていただきます。ありがとうございました。